はい、ナオズーです。今回紹介するのはトミカのデラックスカーキャリアセットです。先日トミカいっぱいカーキャリアセット紹介しましたよね。上にトミカが5台ついててカーキャリアが1台ついてるセットでした。2002年か3年の発売のセットだと思います。で、今回のセットは、このカーキャリアの多分色違いで同じ仕様じゃないかなと思うんですけど、1台ついてるんですよね。で、同じくトミカが5台ついてて、こっちと大きく違うのはこれですね。ビデオ付きです。懐かしいですよね。ビデオは時代を感じますね。残念ながらビデオデッキ僕持ってないんで、なのでちょっと中身を見ることはできないんですけど、トミカとしてはなかなかいいのが揃ってるんじゃないかなと思いますんで、このトミカそしてカーキャリアを見ていきたいと思います。では開けていきましょう。このセット1998年の発売になってますんで、25年前かなのセットになってますね。はい。で、後ろ、そうですね。はい、出てきました。ビデオテープ、は懐かしい。いやー、懐かしいですね。久しぶりに見ました。カビとか生えてるんじゃないかなと思ったんですけど、これね、ちゃんとシュリンク付きになってますんで、すごく綺麗ですね。裏はこんな感じになってます。ではトミカ出していきましょう。パッケージにリストが付いてなかったんで細かいところわからないんですけど、順番で出していきたいと思いますね。まずはこっちにしようかな。これパッケージの写真でもフロント部分がわからなくて、まだ出してないんで全く何かわかりません。これをね、まずは出していきたいと思いますね。1台目、出てこないんですよね。はい。おお、メルセデスベンツ C クラスですね。いや、これは面白いですね。こういうセットもので輸入車がついてるのってなんか珍しいんじゃないかなと思いますんで、これは驚きました。かなり嬉しいなと思います。続いてこれいきましょう。青いやつ、これはおそらく、はい、そうですね、日産プリメーラ、懐かしいですね。これトミカ持ってないんで、これもね、個人的には嬉しいですね。では真ん中いきましょう。これはもうエスティマ、これは初代かな。ギミックもね、ちゃんとついてます。いいですよね。では、4代目いきましょうか。これはもうね、すごくわかりやすくてスープラですね。で、最後5代目なんですが、はい、ラブ4ですね。トヨタラブ4です。ではトミカ見ていきましょう。まずはメルセデスベンツ C クラスということで、ボディカラーはベージュのソリッドといった感じですかね。フロント周りライトとグリルは反射塗装の別パーツ取り付けです。その下黒いラインはこれ塗装になってて、このラインサイドからリアにかけてぐるっとね、車を回ってますね。面白いですね。で、さらにバンパーの部分、これは、シャーシからは連続してません。で、サイドなんですが、さっきのね、ラインがあるのと、左右のドアをこうやって開けることができるようになってます。いいですね。中はライトグレーです。で、リアウィンドウはクリアパーツになってますんで、中を確認することができます。リア周りテールランプは塗装で、ナンバープレートはなんとなくそれっぽい形になってますよね。マフラーの塗り分けは特にありません。シャーシはこんな感じです。綺麗ですよね。そしてサスペンションがついてます。次に日産プリメーラです。ボディカラーは濃い青のソリッドといった感じでしょうか。ライトは、これも反射素材の別パーツ取り付けです。で、その下バンパーなんですけど、ライトの下に分割線があるんですよね。ということで、実はこのバンパーシャーシから連続したダイキャスト製になってます。ここまで上がってるのもちょっとね、珍しいですよね。で、サイドに 2.0 とプリントが入ってて、左右のドアを開けることができます。インテリアはかなり明るめの色になってますね。まあクリーム色というよりもオフホワイトって感じですかね。で、リアウィンドウ、これもクリアパーツになってますんで、中を確認できます。ハンドルまで確認できますね。で、その後ろなんですが、スポイラー部分、これダイキャスト製になってます。で、テールランプは塗装で、その下のバンパーもここに分割線がありますんで、下のシャーシから連続してます。シャーシはこんな感じです。そしてサスペンションがついてます。
続いてトヨタエスティマ見ていきましょう。続いてトヨタエスティマです。ボディカラーはシルバーメタリックになってて、フロント周りはこれも反射系の塗装の別パーツ取り付けで、ナンバープレートにはエスティマと入ってますね。バンパーはこれシャーシからは連続してません。でサイドなんですが、下の方がバンパーとね同じ塗装になってて、窓周りも特に塗り分けはないですね。インテリアは茶色になってます。でリア周りテールランプは塗り分けはありません。ナンバープレートここもエスティマで、後部ドアを開けることができます。これいいですよね。インテリアは茶色というよりもキャメル色といった感じですかね。バンパーはフロントそれからサイドと同じ色で塗装されてます。シャーシはこんな感じです。そしてサスペンションはついてません。続いてトヨタスープラ見ていきましょう。ボディカラーは赤のソリッドで、ちょっと艶は抑えめという感じでしょうかね。ライトはこれも反射系の別パーツ取り付けになってます。でサイドなんですが、スープラと、あとパターンがねプリントされてますね。で左右のドアを開けることができます。インテリアは黒一色です。リアウィンドウこれもクリアパーツで、これワイパーついてます。これいいですよね。で、その後ろスポイラーなんですけど、結構大きなのがついてますが、これもダイキャスト製になってます。テールランプは塗り分けされてますね。まあ塗り分けはちょっと微妙ですけど、ただ結構ね細かくできてるなと思いました。でシャーシはこんな感じです。そしてサスペンションがついてます。最後はトヨタラブ4です。ボディカラーは緑のメタリックということで、これ結構綺麗だなと思いました。で、フロント周りはこれも、ライト反射系の別パーツ取り付け、グリルは黒の塗装です。その下バンパーなんですけど、これシャーシから連続してます。結構上まで上がってますよね。ホイール白になってて、サイド部分下の方は同じくグレーになってます。後ろにトヨタラブ4それからパターンがプリントされてて、左右のドアを開けることができます。インテリアはグレーです。でルーフのこの溝は、サンルーフをイメージしてるんでしょうかね。間違えてたらごめんなさい。でリアウィンドウこれもクリアパーツなので、中をこうやって確認することができますね。リア周りテールランプは塗装で、スペアタイヤなんですけど、ガタガタしてますね。でも外すことはできないと思います。でその下なんですが、これあのグレーの部分はシャーシから連続してますね。シャーシはこんな感じです。そしてサスペンションがついてます。そしてカーキャリアです。仕様としてはトミカいっぱいカーキャリアセットのカーキャリアとほぼ同じになってますね。でこれ横幅がね結構狭くてかなり長くなってますんで、なんかすごく細長い感じがします。トミカと比べるとこんな感じになります。いかがでしょうか。長いですよね。フロント周りぐるっと成形色になってます。ただし、イスズのロゴとかライト、それからグリル周り、結構ね、凹凸としては細かくできてるかなと思いました。ウィンカーと色が違ってますけど、これも成形色なんですよね。インテリアは特にありません。で、その後ろレバーついてますけど、これを動かすと、こんな感じで、前輪だけを左右に振るというような仕様になってます。で後ろの荷台部分なんですが、ここも成形色になってますね。でサイドのところにカーキャリアと、シールが貼られてて、同じものが反対側にもついてます。でタイヤなんですが、前と後ろでこんな感じ、形状が違ってます。でこのカーキャリア電動ということで、この部分が電池ボックスになってます。トミカいっぱいカーキャリアセットはドライバーをね使って開けるタイプでしたけど、これはこんな感じでドライバー不要のタイプになってますね。個人的にはこっちの方がね、すごく遊びやすいなと思うんですけど、これの方が、古いので、なんでしょうね、壊れやすいのか、もしくは指を挟むとか、そんな感じなのかもしれないですね。ということで、ここに電池入れていきましょう。1本でいいのもなかなか嬉しい仕様じゃないかなと思います。はい、これで OK です。でこちら側のこの赤い部分、これがスイッチになりますね。上にオンオフが書いてありますよね。今オフになってますけど、これをオンにすると、はい、こんな感じで、後ろタイヤが動き始めました。動くのは後ろタイヤだけですね。まあ、結構音うるさいんですけど、まあ、とは言ってもトミカいっぱいカーキャリアセットよりは、音静かかなと思いますね。でこれタイヤプラスチックということで、こういう硬いテーブルの上だとこんな感じでね、ちょっとこう空回りというか滑ったような感じになってしまいます。
ということでマット引きましたんで、この上で走らせてみましょう。スタート。はい、こんな感じになります。さっきのテーブル直よりも、しっかり走ってくれてるのが分かりますよね。で、トミカいっぱいカーキャリアセットのカーキャリアよりもこっちの方がね遅いです。その代わりトミカいっぱいカーキャリアセットのカーキャリアよりも音は、マシかなという、まあうるさいんですけどマシかなと思いました。では続いてこちら側のレバーを使って動かしていきましょう。電源を入れて動き始めたら、はい、こんな感じになりますね。動きながらこんな風にね自分で操作してあげるという仕様になってますね。まあ、音がうるさいんで、まあ、正直電動である必要はないかなと思うんですけど、こうやって操作できるっていうのは個人的にはすごくいいなと思いますね。では荷台にトミカ乗せていきましょう。荷台のうちこの赤いところ、これを操作してくださいという仕様になってますね。ということでまずは一番後ろのこのスロープ、これを下に下ろします。こんな感じです。で、その後に上のデッキなんですけど、これをこんな風に前に動かしてそのまま下に下げてあげれば OK です。これでトミカ乗せられるようになりましたんで、どんどん乗せていきましょう。2階に3台乗せることができるようになってます。1台2台そして3台ですね。車輪止めにね、タイヤを合わせてあげれば OK です。で乗せたらデッキを上げて、さっき前に動かしましたんで今度は後ろに動かします。これでロックになりました。続いて2階部分になりますね。同じように後ろからこうやってね入れていきます。1台そしてもう1台2台になります。1階部分は2台しか止めることができません。で、入れたらそのまま、後ろのスロープを戻してあげればこれで OK です。はい、ということで付属のトミカ5台全部乗せることができました。この2台にパンパンになってるのがねなんか嬉しいですよね。では今度はトミカを出していきたいと思います。さっきとは逆で今度は1階から操作していきます。まずスロープを下ろして、さっき乗せた1階部分から順番にこうやってねトミカを出していきます。で続いて2階部分ですね。後ろからゆっくり下ろしてあげます。これなんですけど、デッキをね激しく下ろすと、よいしょ、はい、こんな感じでね、滑り降りていくのでちょっとこの辺は気をつけた方がいいですよね。で、同じようにこれ最後下ろしてあげればこれで OK です。そしてデッキを戻してスロープを戻せばこれで全部下ろすことができました。で2階部分は関係ないんですけど、1階部分がねやっぱり低いんですよね。なのでこういう高さのあるトミカは引っかかってしまいます。ここまでなくてもアンドン付きのエスティマタクシーぐらいでもね、引っかかって先に進めません。こういう蛍光灯のついてるやつですよね、これでねもう本当にギリギリです。これでギリギリなところで、通すことができますんで、もうちょっとですよね。もう本当にもうちょっと、高かったらかなり遊びやすいのかなと思いました。はい、いかがでしたでしょうか。音はうるさいんですけど方向転換できますし、トミカが5台ついてますんで満足できるセットだったんじゃないかなと思います。以上、トミカのデラックスカーキャリアセットを紹介しました。ナオズを見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。右上のナウズマークから登録できます。左の動画をクリックすると他の動画を見れますよ。それでは次回の動画をお楽しみに。バイバイ。